はい、こんにちは。今日のお話はクロマダラソテツシジミを探そうというそういうお話です。はい、タイトルのクロマダラソテツシジミなんですけれども、シジミ蝶の仲間です。左の蝶がメス、真ん中の全体に青い蝶がオス、そして羽の裏側はやや茶色みがかっていて黒い点々があるんですけれども、白い縁取りも見られるというわけです。で、この蝶はですね、まあ、2007年よりも前は、まあ、九州沖縄以南亜熱帯の蝶ということで、岐阜県とかではほとんど見かける蝶ではなかったというわけです。で、2007年に大阪とか兵庫で、確認されて話題になったことがあります。で、その翌年の2008年には近畿地方で広く、中国地方でも見つかり、三重県や愛知県などでも、確認があったというわけです。で、この蝶は、まあ、その後も確認がされていて、まあ、昆虫にね詳しい人の間では、まあ、この蝶をね目撃して、まあ、報告したりとかね、そういったことで、まあ、これまでいなかった蝶がまあ、身近なところにいるようになったという、まあ、そういう蝶なんですね。で、この蝶の食草は、ソテツです。まあ、ソテツというのは裸子植物ソテツ科というグループでですね、まあ、この写真の左にあるように庭とかに、まあ、よく植えられているというわけです。まあ、自然に生えてることは、まあ、あまりなくて、公園とか学校とかの庭に植えられていて、ちょっとねこのトゲトゲっていうか葉っぱが硬くてね鋭い、まあ、ものなんですけれども、それがねこの中心から扇形っていうか、まあ、全体に広がったような形をしているということで、まあ、ちょっと見るとね、まあ、大体ソテツというのは見分けがつくというわけです。で、まあ、このクロマダラソテツシジミは、まあ、このソテツを食べるというわけですが、まあ、これ真ん中付近の比較的柔らかい、ね、葉を食べるということで、先ほどのこの、ね、全体に広がった葉なんですけれども、幼虫がたくさんいるものは写真の左のように結構ね葉っぱが食われているような感じです。で、この食われている葉っぱを一つ一つよく見ると、この葉の中心の軸ですかねのところに、まあ、こういった、まあ、幼虫がたくさんねいるというわけです。まあ、というわけで、クロマダラソテツシジミは、まあ、ソテツに発生するというわけです。で、蝶はねその周辺に飛んでいるので、見分ける必要がありますし、まあ、幼虫がいる場合は、まあ、このようにね、虫食い状態になっているかどうかとか、あるいはこの比較的若い、柔らかい葉っぱにね幼虫がいないか探すと見つかるかもしれません。で、まあ、この2021年もね各地でやっぱ見つかっているということで、愛知県の名古屋市のね、公園に行ってみました。で、公園の真ん中に、まあ、こんなような、ソテツが、まあ、植えられているエリアがありまして、まあ、そこに行くとこのシジミ蝶が、まあ、待っているというわけです。で、止まっているところで、まあ、写真を撮ると、まあ、メスとオスがいますけども、メスは羽の縁がねやや厚く黒くなっていて、オレンジのね模様が後ろ羽の、まあ、末端付近に一つあります。オスはね全体的に水色っぽいんですけども、やはりこの後ろ羽のヘリのところに黒いポチが一つあるということで、見分けがつくというわけです。はい。で、まあ、愛知県でも見られているということで、まあ、岐阜県でもどうかということなんですけども、まあ、あの大学の横に附属小学校がありますが、附属小学校の庭にも蘇雪があって、まあ、ちょっと見るとシジミ蝶がいますけども、これがまあクロマダラ蘇雪シジミだったということで、まあ、非常に身近なところにまで分布が拡大しているということが、確認されました。さて、クロマダラ蘇雪シジミを見分けるんですが、まあ、似た蝶でどんなのがいるかというわけです。で、まあ、この、公園とかね、学校とかで見かける蝶、特にシジミ蝶としては、まあ、ツバメシジミとヤマトシジミというのがいます。で、これは羽の表をね、上の段がメス、下の段がオスで並べたものですが、
まあ、オスはどれも水色です。ね。で、ヤマトシジミは、後ろ羽のね、末端に突起がないんですけども、ツバメシジミとクロマダラソテツは、尾状突起といってね、細い紐みたいなものがね、ぴょっと伸びてるというわけです。で、ツバメシジミは、まあ、羽の縁が黒くて、後ろ羽にね、ちょっと黒い紋があるんですけども、それほど目立ちません。ところが、まあ、クロマダラソテツシジミは、後ろ羽の、まあ、黒いポチが、まあ、比較的大きくてね、まあ、目立つということです。まあ、ここをね、見ることがポイントになります。で、上の段のメスですけれども、まあ、まずツバメシジミは、全体的にね、黒っぽいんですね。まあ、青い、色もあるんですけども、この前羽の内側のところに、まあ、少しあるぐらいで、まあ、全体的に黒っぽいというわけです。ヤマトシジミは、まあ、尾状突起がないんですけども、まあ、水色のエリアが広くて、まあ、縁取りにやや黒いところがあります。で、問題のクロマダラソテツシジミは青いんですけども、まあ、縁の部分は黒くて、まあ、広げるとですね、後ろ羽のところに赤い点が一つですね。黒い点の縁取るように赤い点があります。ツバメシジミは、このね、オレンジ色の点が2個並んでますけども、まあ、2個と1個というのと、全体の羽の色もあるので、見分けがつくというわけです。で、まあ、羽広げた写真は、まあ、このような感じなんですけども、まあ、多くの場合は、まあ、羽を畳んでるというかね、閉じているので、後ろの裏側の模様しか見ることができないこともあります。で、これは、まあ、その比較ですけども、クロマダラソテツシジミは、全体的にね、暗い色をしていて、で、黒い点々があるんですけども、それに白い、縁取りがあるというわけです。で、ちょっと並々模様もね、入ってる。それから、まあ、オレンジ色の斑紋が、あって、黒い、ね、あの模様のところを縁取るように、あります。で、それに対して真ん中のツバメシジミは、まあ、尾状突起があるという共通点がありますけども、まあ、全体的に羽は白っぽくて、黒い点々があるけども、まあ、非常に小さくて、目立ちません。で、後ろ羽の、まあ、縁にオレンジの、模様がありますけども、割とこう帯状に広がっているということで、まあ、後ろ羽を見たら、まあ、一目瞭然です。で、ヤマトシジミはね、赤い模様はないということと、尾状突起がないことで、まあ、見分けがつきます。で、これらの蝶の食草ですけども、まあ、ソテツを食べる、クロマダラソテツシジミ、それから、まあ、ツバメシジミは、まあ、ここ、シロツメクサとか、レンゲとか、そういったメカノモ植物ですね。で、ヤマトシジミは、カタバミというわけです。で、シロツメクサやカタバミは、まあ、至るところに生えているので、まあ、あちこちね、どこに行っても、まあ、見かける、蝶ですけれども、クロマダラソテツシジミは、ソテツを食べるということでね、まずソテツを見つけるということがポイントになるかと思います。で、まあ、このクロマダラソテツシジミですけども、まあ、ソテツにいますが、まあ、どちらかといえば日当たりのいいところに生えてるところに、まあ、いるような感じです。で、まあ、これは、亜熱帯の蝶なので、まあ、冬の寒さには耐えられなくて、まあ、死んでしまうということが、まあ、言われています。なので、毎年南からね、やってきてるのということなのか、あるいはこの、冬越しをして春に現れるかということが、まあ、ちょっと気になるところですね。で、この夏にやってくるという可能性があれば、まあ、この春先にはいなくてね、秋に増えるというようなことだと思います。で、春先にね、もう現れてるということであれば、まあ、この冬越ししたものが羽化したということで、まあ、この春に見かけるかどうかということも、まあ、観察のポイントになるのではないでしょうか。それから、羽の模様にね、変異があって、まあ、先ほど、まあ、紹介した写真は、奄美大島でね、撮影したものだったわけですけども、最近、この愛知県や岐阜県で撮影したものと比べると、ややね、色合いが違うということで、まあ、高温型と低温型があるということが、言われています。なので、まあ、
まあ、おそらくね、岐阜県では、まあ、低温型が多くなるんではないかと思いますけども、観察事例を増やしてね、比べてみたら、まあ、どういった、変異なのかっていうことも、まあ、わかるのではないかということです。今日は、まあ、これまでね、あんまり見かけなかったクロマダラソテツシジミが、非常に身近なところにね、いるということが分かりましたので、まあ、そのことを紹介しました。ぜひ見つけてみてください。